PV 所有者さん、前乗り手すぎて幻想を見すぎてスレで発狂する。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくり魔理沙だ。今回は、ギャグ界という EV 乗りが大暴れするスレの話。というかネタであってほしいけど、ガチだったらギャグどころかホラーになるような内容かも。そうだな。これを本当に真面目な顔で真剣に言ってたら、それはそれで怖いスレでもあるからな。てなわけで今回は、EV アンチはバカ。電気が切れたらという頭が悪い質問に衝撃の回答をする EV 信者スレミン反応集を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。今回、EV 所有者が大暴れしてるスレの名前は、EV 乗ってると言うと必ず電気切れたらどうするの？って頭の悪い質問来るけどさ。こういう話。そんでこのスレは、大暴れする EV 所有者が自分で立てたスレになる。スレから漂うヤバい匂い。尻滅裂なヤバい発言が結構飛び交うと思うけど、みんなは相手にしてる。EV 信者の中にガチモンが混ざってるかもしれないと思って聞いてみてくれ。怖いもの見たさで見たい感じがする。ある意味ホラーだからお気をつけよう。それではスレの内容をどうぞ。EV はポータブル電源でも充電できるぞ。できないぞ。できるぞ。できるよ。だから何？いつもポタ電を積んで走ってるのかよ。スマホのモバイルバッテリー持ち歩いてるやつと同じだけど。不安な時は一応積む。普通ソーラーパネル付けるよね。モバイルソーラーパネル持ってるよ。後ろに映ってるのがそれ。車にクソデカバッテリーを積んでるのにポタ電まで積むのかよ。そんなことより爆発炎上を恐れるのが先だろ。あ、パナソニック製なのか。ガソリン発電機を積んでるから無敵だわ。そのハリポタめちゃくちゃ積んで走ればどこまででも走れんじゃん。 EV めっちゃ叩かれてるよな YouTube で。バカが入れ食いだからだろうな。 EV に乗り換えたからこそ強く言えるのは、ガソリン車乗ってるやつは絶望的な知恵遅れ。ガソリン給油と全く同じ速度でフル充電できて HV 並みの航続距離実現してから出直してください。それまで HV 乗ってるんで。こんなん言ってる時点で頭悪いことはわかる。ポータブル電源とか夏場は積みっぱなしにできないし、いつも積むなら充電めんどくさすぎ。そらハイブリッドが売れるわな。今時のポタ電はリン酸鉄だから大丈夫だよ。リン酸鉄でも全固体じゃないだろ。夏場車内40度以上になるのによくそんな怖いことできるな。リン酸鉄系のこと知らない？リン酸鉄使ってようが今のポータブル電源はほぼ半固体。灼熱の車内に置きっぱとか発火のリスクしかない。知らないんだね。リン酸鉄は知ってるけど、だから何なの？灼熱の車内に置いて発火のリスクないと思ってんの？いやもういいよ。知らないの分かったから。もしかして今販売されてるポータブル電源がほぼ半固体って知らなかったの？リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの耐熱温度350から500度だよ。もちろんバッテリー以前に機器が壊れるけどな。ショートしたとしてもバッテリーに内蔵されてる BMS が遮断するから火災はない。知識ないのに無理すんなて。そう思うなら灼熱の車内に積んどけば？一人で燃えとけよ。発電機積めばいいんじゃね？ポータブル発電機なら良いけど、車に組み込むレンジエクステンダーは微妙だな。てか電気自動車のバッテリーが専用に設計されててなるべく重量に対して容量取れるようになってるのに、ポータブルバッテリーでカバーできるわけないだろアホ。このポタ電でも 18km 分は充電できるからバカにならんぞ。 EV の本当の凄さって災害時の予備電源になるとこだよな。こういう予備はいろいろあった方がいい。ソーラーパネルしかり、発電機しかり。予備電源用途なら PHEV だな。知識ない人は PHEV に魅力を感じる。知識のあるものはデブもしくはガソリン車の2択。 EV 車のバッテリーは軽自動車規格の桜でも 20kWh、 1kWh ポタ電でだいたい 12kg だ。ガソリン車で言えば満タン20リッターくらいだから1リッターガソリンを持ち歩いてるくらいの感覚。1リッターガソリンタンクは中身入りでおよそ 1kg だが、ポタ電だと 12kg。 ガソリン車なら同じ重量で10リッター以上積めるんだよ。このポタ電は 2.2kW、 重さは 20kg くらい。なんてことのない重さだよ。普通車規格だと 50kWh から 70kWh 級だぞ。ポタ電 1kWh 換算だとやっぱガソリン1リッターを持ち歩いてるようなもん。20kg 級ポタ電を持ち歩くとか頭おかしいんじゃねえの。燃料20リッター積んでヤバスでも 60km 走るよ。こんなの EV のバッテリーに比べたら誤差みたいなもんだろ。電池が切れたら M レンジに入れて、手押しで路肩に寄せる。あとは、JAF を呼んでお任せさ。ガス欠した時と何も変わらない。実際そうだな。俺は年2回まで電欠したとしても無料で対応してもらえるし。2台目のシティコミューターとして自宅充電前提で EV を使うならともかく。ポタ電積んで EV 車に乗ってますとか頭悪すぎだろ。充電ステーションで3分で満充電までいけるようにならんならいらんな。
ガンガンドライブするから100キロごとに30分足止めとか論外なんだわ。200ボルト電源つけないと家で充電できないんじゃなかったっけ。100ボルトでもできるぞ。 PHEV でよくね。 PHEV は欲張りすぎて両方のデメリットが大きい。今のバッテリーって年間どれくらいで劣化してくんだろ。リーフが出た頃は 2,3 年でかなり走行距離が半分くらいまで縮んだとか噂で聞いたけど、初代リーフは8回くらいバッテリーの改良があって、1番目のバッテリーだけがヤバい。電気自動車はインバータの音がね、走行音出して走ってるとかダサすぎるけどやらなきゃいけないのか。法律で義務付けられてる。歩行者が気づかないと危ないしな。2台持てるならいいけど、1台なら PHEV に魅力を感じる。デメリットって具体的には？回生充電がベグに比べスズメの涙ほどしかない。急速充電なのにやたら遅い。急速充電は時間制なので超割高になる。ほとんど EV モードで運用するのに使いもしないエンジンのためにオイル交換が必要。急速充電している時にベグが来ると肩身が狭い思いをする。エンジンと燃料が重いので電費も燃費も悪い。ほとんど EV 運用なのはお前の環境だろ。遠出する人間はエンジン使うわ。ほとんど EV、 ほとんどエンジン。 PHEV は両極端でこのどちらかになってるのが現実。平日 EV で通勤し休日遠出するなら PHEV でいいね。休日も遠出も EV で良い。 PHEV だから出先の充電が非現実的なだけ。EV 高速距離 100km 以上もある PHEV あるなら教えて。現行プリウス。ご教授どうも。でもダサいから嫌だ。他にないの？まず免許取ってこいよ。PHEV はメリットを感じないレベルにデメリットしかないからマジでやめとけ。普通のハイブリッド化ベグの2択。中国では大量に廃棄されてるけど。真実を見抜けずネットに踊らされてるバカだな。中国の EV 墓場はカーシェアサービスの会社が国の補助金の関係で同時期に大量に改良した後、同時期に倒産しまくったからだぞ。大量に廃棄されてることに変わりはないけど。EV 関係ない。カーシェアリングサービスの崩壊が原因でガソリン車も墓場に捨ててある。バッテリーの寿命と交換費用どうよ。現代の EV 用バッテリーは劣化を全く気にする必要ないぞ。20万キロ超えたら心配するくらいの気持ちでよい。いくらした？ EV。EV の中古車は激安なので認定中古車買ったぞ。値段聞いてんだ。そんなことは聞いていない。実際にポータブル電源乗せて使ってるの？普段は乗せてないよ。PHEV で頑張ってる人は毎日家で充電して年に 1,2 回しかガソリン入れてない。こんな人かなり多い。それなら EV にすれば毎日の充電から解放されて週1の充電で済むし、外で急速充電しても PHEV と同じ時間、同じ料金で3倍充電できる。ガソリンは1分程度で給油できるけど EV だと充電どのくらいかかるんだ？ガソリンが1分ってお前車乗ってないのもろバレだぞ。原付きじゃあるまいし。で、充電何分かかるんだ？それ言ってるバカめちゃくちゃ多いけど、普段の自宅での充電は合計1分だよ。蓋開いてコネクター差し込む。コネクター抜いて蓋を閉じる。自宅なのだから充電を待っているわけじゃないからな。1分で完了して GO できる状態にならなきゃ意味ねえんだよ。人々が求めてるのはそれなんだよ。そうすれば充電設備の用意もいらなくなる。それを求める必要がないことに気づいた利用者が EV 普及率の増加に反映されてるんじゃね。おのおののユースケースによって合う合わないはあるけれど合理性という観点は見失わないようにしようよ。大して増加してないじゃん日本では。外出先にも自宅あるの？それを言い出したら、お前の家はガソリンスタンドじゃないから家で給油できないだろ。ガソリンは、給油するまでの操作と入金、給油、終了の操作とお釣りの生産、この一連の給油作業で何分かかると思ってんの。 QR 読み込ませて画面4回タッチして給油して燃料キャップ閉めたら終わりじゃん。5分もかからんだろ。5分もかかってんじゃん。 EV なら1分かからんぞ。任意で好きなタイミングでできるなら問題ないよね。かかっても EV 充電みたいにタイミング限定されない。残量 20% くらいから満タンを1分でできるの？なんて車？接続とか作業の時間しか考慮に入れてないらしいぜ。そこのトンチン感は当たり前だろ。自宅なんだから。自宅なのに車庫の前で充電終わるまで眺めてる気か。エネルギー補充のタイミングが限定されるのが問題だって言ってんの。 EV は合計1分。 EV だって 600km 走れる車もあるぞ。実際乗ってみればどうせ家でいつでも充電できるのだから、そんな航続距離は必要ないとわかるけどな。合計って何？内訳は？もしかして 90% くらい残量あるのに毎回充電してるの？バッテリーに悪いからやめな。1分接続作業のみ、充電時間は計算外です。いつでも充電できようがなんだろうが手間が面倒くせえから必要だって言ってんのがなんでわからないのか。朝はさっさと乗りたいし、帰宅後はさっさと玄関入りてんだよこっちは。暇な日中に5分充電して600走れる車が実現されてから出直して。
はっきりと言うがガソリン車の給油の方がはるかに面倒くせえよ。ああそうですか。なら君は一人で EV 乗ってりゃいいじゃん。給油の方が面倒くさいのはあくまで君の場合の話。俺らは寒い夜の帰宅後にいちいち繋ぐ方が面倒くさいんで。1分は持ってるけど5分はかからないし、充電と違って任意で好きなタイミングでできるからね。朝さっさと乗り込みたいのにいちいち充電外しとか煩わしい。週に1回で十分。ガソリン車非 HV でも月1なんだけど、4倍じゃん。純ガソリン車ってことは 300km くらいだから、それなら EV も1回だな。300km しか走れない極悪燃費車を前提に語らないでください。街乗り燃費リッター8の XV ですら400以上は走るわ。EV は生産が追いつかなくて受注停止するほど今売れてんの知らないのか。生産追いつかなくて受注停止は他の車も共通ですけど。EV は週に1回帰宅後に出かけない日にコネクターを挿しておくだけ。それで次乗る時には終わってる。寝る時に充電するだけの話。それが、嫌だと言ってます。帰宅後はさっさと家入ります。寒いんで。外で充電が必要なのは年に数回。ちゃんと前日に充電しておけば外での充電なんてほぼないぞ。ガソリン車ならそんな前日から下準備なんて必要ない。長距離移動の時に充電スタンドの場所とか把握するの面倒だわ。既存の HV 車だと 600km くらいなら給油なしで行けるからな。長距離移動時の充電こそ全くノープランで良い。サービスエリアで充電できるから。東日本住みだろ。西日本や九州四国なめんなよ。サービスエリアで充電すると何分くらいで出発できるの？車種によるけど10分で 100km から 200km。そんくらいだったらいいね。充電待ち渋滞とかはないの？ゴールデンウィークの東名高速は充電待ちがやばかったらしいな。そんなレアケースくらいだよ。普段は充電してる人がいたとしても平均の待ち時間は10分程度。10分も待ちたくねえ。じゃあ合計20分か。トイレとタバコくらいの時間だな。片方の給油、もう片方サービスエリアでいちいち充電必要。後者選ぶマゾヒストいるの？お前どんだけ俺のこと好きなん。欲しがりすぎだぞ。聞いてんだから答えなよ。元々はガソリン車2台だった。片方 EV にして EV で困った時にガソリン車乗るつもりだったけど、ガソリン車はガソリン減るからもったいなくて全く乗らなくなって、そのうち乗ってもないガソリン車のオイル交換がバカバカしくなって2台とも EV になった。うん。で、だからなんですか？ここは日記帳やブログじゃないよ。ここは俺のブログだけどなんか勘違いしてないか？こないだ IX さんのことディーラーで聞いたけど、カタログ航続距離 58km に対して実際は 300km 台らしい。これは走らせ方で変わるらしい。回生充電をうまく使えれば伸びるらしい。ほぼ空の状態から 6kW の充電器で充電すると10時間くらいだと。EV は運転技術でめちゃくちゃ電費が変わるよ。技術必要なのかよ、めんどくさ。HV は下手くそが乗っても燃費良いのに。ハイブリッドも運転技術でめちゃくちゃ変わる。俺は昔サンマルプリウス乗ってたけど、街乗りでもリッター30オーバーで走らせられた。一般的な燃費は20から22。変わるけど下手くそでもそれなりの燃費叩き出せますと申している。HV というかガソリン車というか車はみんなそうだけど、乗り方で燃費変わるぞ。80km 毎時定期で走った時と 120km 毎時で乗った時じゃ燃費違うだろ。あとアクセルワークが優しくないやつは燃費落ちるね。回生充電ってのは難しいことじゃなくて、ブレーキをなるべく使わない運転を。すれば回生充電されるし、速度も充電の抵抗で落ちていくってこと。ペダルからいつまでも足を離さず直前でブレーキかけて減速するような運転だと充電されない。だからそうじゃなくて、気を使わなくてもそれなりの燃費出せるって言ってるの。うまけりゃさらに上行けるのは当たり前の話。長距離移動時はカーナビをセットするわけで、EV のカーナビは必要であれば自動で充電器を考慮したルート案内をしてくれるぞ。ノンストップで着きたい場合は？飛行機か？はぁ？目的地までノンストップの乗り物はこの世に飛行機しかなくね？バカじゃねえの、小学生かおめえは。いちいち寄り道したくねえって言ってんのアホかおめえは。反応おもろ。だからいちいち寄り道必要な乗り物なんかダメ。お前は家で充電できるのに前日に充電したくないとか知恵遅れなことを言ってるから相手にすんの面倒くさいのよ。月1ガソリン給油数分で完了が面倒くさいとか言っちゃう知恵遅れさんがなんか言ってる。お前の主張は月1ガソリン給油だけど、前日充電を否定するわけだから給油もしかり。遠出する当日に車に乗ったら給油ランクついてる可能性もあるだろ。遠出する当日についてたところでスタンドですぐ満タンにできるから問題ないし、休日の暇な時間好きな時に給油すればそこから多くの日数乗れるから前日にこだわる必要もない。EV も外で充電できるからな。給油と同速度でフル充電できて、燃料使う車と同じ長距離乗り続けられますか？冬ですから暖房も使いますよ。寝てる間に充電できるからな。ん？
外で充電できる云々の話してるのに寝てる時に充電できるとはどういう意味なんだ。外出中に寝るの？寒空の下にいたくないということのなんが知恵遅れなんだろうね。早く行きたい早く家入りたいと思うのは大体の人が思うことでは。外の充電器って1回30分までだろ。マナーとして最大30分とされてる。待ってる人いなければ延長しても良いし、逆に5分だけでも良い。1回マックス30分で1回切れるんだろ。待ってる人がいなきゃそりゃ延長はありだろうよ。一般的な急速充電器はそうなってない。そうなんだ。バッテリー充電は満タンに近くなるほど時間がかかるからな。そこそこ充電できたら次行く方がパフォーマンスはいいかもな。結局電池切れたらどうすんの？切れないように航続距離は見る癖がついてるよ。ガソリン車で毎回給油ランプが点灯してから入れてるようなタイプの人には運用が難しいかもしれないな。肝心な切れた時のことを書いてなかったな。レッカー呼ぶよ。充電カード会員特典と任意保険で年に2回まで無料だから。マイナス20度の日でも片道 250km くらいなら無補給で往復できるくらいになれば検討できるんだがな。北海道なら絶対やめとけ。充電器って半径 5km 圏内でも数十箇所あるから電欠なんてまずないよ。航続距離が 0km になったとしてもまだ 20km くらい走れるらしいし。専用の充電設備でしか充電できず路上で切れたらレッカー移動しかない。と思い込んでる人が多いのはなんでかね。99% の急速充電器は1分単位の課金制だよ。イオンは30分300円、1分でも300円。俺が言いたかったのはコストじゃなくて単位時間あたりの充電量の話なんだ。半分から満タンにするのと空タンから半分まで充電するのとじゃ後者の方が時間がかからないってこと。それかなり車種によって変わるな。俺の車は 86% までフルスピード。もう1台は 92% までフルスピード。冬季はもう少し手前で出力落ちるけどな。桜とか 55% くらいから出力低下するからそこは気をつけないとな。俺が持ってる普通充電器は 100V と 200V 用対応で、0.8kW から 3kW まで出力を変更できるからどんなコンセントでも充電可能だよ。太陽光発電の関係で任意の出力で充電できる充電器を持ってる。だからポータブル電源でも充電可能なわけ。純正の充電器じゃ不可能だよ。自宅に専用車庫があるやつはベブの検討の余地があるけど集合住宅や、青空駐車場のやつは自宅充電ができないから買うなってことになるのかな。週に1回急速充電しながら車内で5チャンネルしてればよいよ。さっさと給油して家で5チャンネルやるわ。まあ現状はそういうこと。充電ほぼ空の状態からフル充電まで、どれくらいの時間で充電できるんだ？バッテリーの搭載量と充電器のワット数による。あと子供いたら移動中の充電とか現実的じゃなかったり、自宅で子供を下ろして荷物下ろしたりすると充電忘れたりなどなど、不安要素は尽きないかな。10分で 100km 以上走れるから気にしなくてよいよ。5分で 600km 走れるようになってから出直して。EV はタダで無限に走れる魔法の車だよ。充電設備導入費もタダなの？すごいね。毎回伸びるからみんなの EV への関心の高さにただただ驚くばかりよ。EV への関心の高さじゃなく君の知能の低さに面白がられてるんじゃないかな。それがさ、設備導入無料ってやってる場合があるんだよ。6kW の設備を家庭に導入する場合だいたい設備代と工事費で40万くらいかかるらしいんだけど。これを期間限定でタダでやりますキャンペーンをやってるたところがあるんだよ。来年もやると思うと営業マンから言われたわ。 6kW は 3kW プラス15万円。40万はディーラー価格だな。電気工事店に直接依頼したら半額だわ。黒船襲来と言われてるバイブをこないだのモーターショーで見たけど、補助金込みで300万はまだちょっと高いかな。中華はマジでやめとけ。バイブのバッテリーは一定の信頼性はあるけど車としての信頼性はない。バイブはエアコンからアルミ片が出てくるという動画を見てから関心が失せた。ただでガソリン入れてくれるスタンドもないしな。2023年10月の EV シェアは 3.24%。 そんなに素晴らしい EV 車なのに普及してないのはなんでだと思う？日本はバカばっかりだからだよ。わかるだろ。このスレでわかるのは一君が頭悪いってことだけど、ってことは日本人は頭悪い、その中でも EV 車素晴らしいとか言ってる人はもっと頭悪いってことで合ってる？うん、合ってるよ。出た。バカ名物。俺と意見合わない人間はみんなバカ。一生孤独に生きてないよ。まだ早いな。 VHS データでベータ買ったり BDHDDVD で HDDVD 買ったり、そんな雰囲気が EV にはある。今は2が正解。むしろ将来どうなると思う？ EV が当たり前の世の中しかないだろ。そういうことなんだよ。ないだろって他人に同意求めるなよ。お花畑は君一人だけ。その時代になってから買えばいい。あえて今リスクを負うことはない。今だから手厚いサービスが受けられる。
当たり前の時代になったら補助金も減税も無料充電もなくなるぞ。当分ならないから大丈夫だね。バイブ品質ダメなのか？さっきも言ったけどまだ数十年前のパソコン状態だと思うよ。インターネットもわずか数メガのデータ落とすのに何分もかかった。前にあった EV スレで日本は充電設備だけじゃなくて送電網が全然足りてない。と説明してた人がいたけどそういうとこからも整備してかないとね。急速充電は短時間で大量の電流を変圧する必要があるから。急速充電スポットには大抵の場合キュービクルが設置されてある。あれは数ヶ月に一度の単位で定期的な保守が必要なのでそこそこコストがかかる。急速充電スポットを増やすのも結構大変。逆にガソリンスタンドは猛スピードで減っている。まだ様子見でいいのよ。ガソリンスタンドも車の性能向上で需要が減ったことになるしそもそも多すぎだし。エネルギーに関しては4輪だけじゃなくて2輪も航空機も船も変わるから。今の車がダメになったら EV にするかな。まあ10年後くらいか。今乗っておけばその10年間で100万くらい節約できるよ。電気自動車って別に真新しいもんでもないじゃん。ここ10年くらいでゴリ押し始めたけど結局この程度の存在って感じ。中華のロビー活動に EU が踊らされた感じよな。ロー積んで石炭燃やしながら走ってた蒸気機関車から電車に変わったのと同じだぞ。エンジン積んでガソリン燃やしながら走る効率の悪さ考えたら電気に変わるのは必然だろ。ここ1年くらいでかなり EV 増えた感がある。穴場だった無料充電スポットが夜間でも先客がいることがかなり増えた。桜とアリア増えすぎ。お前の感想述べられても気のせいだねとしか言えん。販売台数見てみろよ。で、EV シェアはどんどん増えているぞ。どんどんじゃなくて具体的な数字で示してくれる？それが、どんどんと呼べるレベルなのか決めるのはお前じゃねえから。皆さんはこの自称 EV 所有者のスレの論調についてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。